タミジャレクライマックス前にですね、新世代のセッティングとしてですね、僕が考案したい TA-08 のチューニングがあって、多分タイムね、一周5秒ぐらい縮まるんじゃないかなと思う。どんなコースでも5秒ぐらい縮まっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、マジで本当にね困ってるんですけど、新しい新型のメインシャーシに乗せ替えたんですね。しかもあんまり売ってないんですけど最近で、ね、フロントバルクヘッドがねちょっと硬くねって言って、僕よく硬いって言ってたじゃないですか。でシャーシ硬いなって言っとったもんで、よっしゃ10秒。あ、聞こえます。あ、日常会話ができますかこれ。あ、そうなんだ。結構クリアですなこれ。何しても出ないですけど。このままにしとこ。マジっすか。無線。あ、ひっくり返っとる。ね、ガッキーさん。あ、あらら。ガキさん早いですねって言ったら、よっしゃ、入ってピットインって感じ。そうです、怖いんですよね。おお、あ、もしもし、あ、聞こえます。いけるいける。これバッテリー何使ってるんですか。松田さん今ね一緒に走っとるっすわ。スタート。聞こえてますよ。おお。ここはね、目測が誤るとインカットインカットしちゃうんで、めっちゃタイムロスでかいです。BRZ フロントバンパー無敵だったらめっちゃ使えるっすね。そうなんですよ、この BRZ で、ね、ね、弱い系なんで、アカシアさんまスタイルになっちまうんだ、これ。おぶね、コンクリートブロックに刺さるとこやったな、俺。外周のとこ。外周っすね。あれなったら完全にデパ取れるな、これ。そうそうそう、足も一緒になくなると思うんですけど。探します。ちなみにね、イヤホンしながら喋ってやるとね、タイムってわかんないから、下で聞いた方がいいんだね、これね。今どれぐらいで走ってるとかね。あ、そうか。あ、片耳ね。見て一回見といた方がいい。うん。ああ、なるほど。今ね、デレリバーブかかってんだって声に。ね、いいリバーブかかってるよ。そう、じゃあ空間系が入ってんね今多分。モジュレーション、ああ、こういうとこアンダーなのかな、ちょっと僕はね。そろそろバッテリーのお迎えが来てる。お迎え来とるっすね。バッテリー年食っとるっすね。おっ、プレおっ、あ、やった、おっ、あ、おっ、あ、おっ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 、あ、危ない、あれをやった。あれはやった。やった。やってんなこれ。あー、もうね、出っ歯。シャーシだけ生きとってほしいな。シャーシ。
シャーシだけ着とってほしいわ。10枚目マジで？こいつがなんで止まってるんだろうって思っちゃうんやけど、車高はいい感じだわ。うわ、え、あ、うわ、どうやめてすげえことになってるこれ、やべえよ。そうそうそう、おい調子いいな、ドーンっつって。ああ、うわやべえ。そこが行くんだな。あ、そこはやべえ。なんかね、駆動がなくなったかやーとか思って。ないわね、ほら。これどこ、イラジでもないよ。どこ行くよ。冬のみんなで羽織ってる。うわっ、うわバルクヘッド取れた。バルクが割れたんですよ。おめでとう。おめでとう。これすごい。新しい境地に。バルクが分割になっちゃった。いやすげーしょこれ。新しいっすよね。いやーそれちょっと難易度高いな。難易度高いよ。でもあそこ本当気をつけた方がいいですね、あれ。あれやばいっすよね。ブロックに全開で行っちゃうんで。新車足ができる。すげー。え、何アルミバルク待ちですか。アルミバルク待ち。マジかよ。新しい。あ、直った。大事なものがぽっかり欠けてるよ。そう、マジでおかしいなみたいな。これロールセンターすごいね、これ。いいもんだって。そうか、ハヤツみたいじゃん。ハヤツ。これやばい。さすがにやばい。やばいっしょ。やばい。ちゃんとでも動画。バルクヘッドがね、こう着脱式。すごない？フロントバルクヘッドが着脱式になることによってですね、わけのわからんグリップ感が上がって、なんだろう、コーナーリングでね、とてつもない旋回力で曲がれるかもしれないですね。新世代の TA08 のセッティングなんですけど、新しい、このセパレート型のですね、TA08 フロントバルクヘッドっていうのはいかがでしょうか？右と左独立してるんですよ。ちょっとささくれ立っててですね、まあワンオフ感があるんですけど、一応ですね、右と左のあのバルクヘッドが独立したっていうことで、なんだろう、曲がってる時のグリップ感が上がって、なんかコンマ4秒ぐらいタイム上がるかもしれないです、これで。コンマ5ぐらい上がるかもしれないですね。軽量化にも役立つんじゃないかなと思うんですけど、例えば、こう肩バンク取るとかですね。こうもう肩バンク取るとかね。もう無理。タミチャレクライマックス前なのに、どうしよう、メインシャーシが。直すのも大変なんですけど、シャーシねえし、みたいな。やばいなーっていう。で、フロントから思いっきりね、チューニングしたんで、思いっきりぶつけてチューニングしたんで、分解線路が怖いんですよ。もう一回さ、このステアリングの周りとかへし曲げたりとかしてるもんでね。やっちゃってんなー、みたいな、これ。すっげー速そう。ハイエンドカーみたいじゃない？めっちゃ悲しいわ。こう、なんだろうな、こう、焦ってる時っていうのを、こう、ああ、今年のクライマックス、どうしよっかなーとかさ、フロントスプリングゴールドかなーとか、黄色かなー、ブラックかなーとか、いろいろ考えたりとか、なんかそういう、ねえ、いろんなことを、試したいなーとか、なんか考えてる矢先にね、まさかね、フロントバルクヘッド飛んでくと思わんかったもんでさ、ね、まさかですわ、これ。やってんなーみたいな、マジコンクリート買ってえなーと思って。塗り替えたばっかのね、コースで、あー見やすいなーとか、なんか北欧系だなーとか思いながらね、ツインリンク本宮で楽しく走ってたんですわ。んで、
っぱ掛川サーキットのね、想定じゃないけど、あ、ちょっとテンション上げて、やっぱりね、遠赤も極力使ってね、内側をペチペチに走った方が早いんじゃねとか言って思いながら、思ったよりも攻めてたんだよね。うん、そこでなったんだよね。本当にビビったし、ぶっ壊れたな、俺。もう多分ここまで行ったらサスピン曲がってんじゃねえかなとか思うんだけど、サスピン曲がっててもらってもいいんですけど、ねえ、でかいレースっていうか、タミチャレクライマックスがある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 言って、そこへ向かってシャーシーいろいろなんか試してたのに、まさかだわ、まあ、ほんまにね、壊れるとは思わんかったな。いつもね、YouTube ライブとかでこう、ブツ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 言いながら、こう、メンテしたりとかやってるんですけど、もうさすがにさ、時期的にあと5日か、ちょっとか、4日か、まあ、あんま時間ないもんで、早急に直さないといけないんですよね。早急に直さなきゃいけないし、どれだけ壊れてるかわかんないもんでね。うわ、ちょっと焦ってんだよね。うん。気をつけてくださいよ。この時期にね、壊すとね、本当にね、大変ですよ。うん。まあ、今更ですけど、もう大変ですよ。これが曲がってなきゃいけないんだよ。このステアリングワイパーが曲がるとめっちゃ厄介なんだよね。あー、ちょっとやばいかな、これ。あ、大丈夫そうだな。あー、曲がってるかもしれんな、これ。何があるかですね。わかりませんから。皆さんもお気をつけください。もしかしたら、セパレートバルクヘッドになるかもしれません。僕はもう夜な夜な、こいつを直しに行くんですけど、治るかなーみたいな。